はい、今日の私のハッピーポイントを発表させていただきます。今日は、幼稚園はお休みなんですけれども、先生たちは全員揃って研修を行いました。夏休みは各自それぞれいろいろな研修に参加して、でそれを今日全員に発表をして、みんなでそのことを共有して研修をしていこうという日です。毎年とても楽しみな日なんですが、今年も実技研修に参加された先生たちからとても楽しいリズム遊びをいくつも教わることができました。私もぜひタンポポさんのお友達にやっていきたいなっていうふうに楽しい気持ちになりました。いよいよ、明日明後日から2学期も始まりますので、もう自分自身今日はとても気合が入る一日になりました。はい、とても有意義な研修日となって嬉しかったです。ありがとうございました。今日の私のハッピーポイントをお話します。今日は8月31日で最後の夏休みでした。今日も先生方全員出勤していろいろお仕事をしたんですけど、まず朝一番にプールの解体をしました。プールなくなったことですごく園庭が広く感じています。その後は草取りなどもして、明日から幼稚園生のみんなが元気に楽しく来れるように先生たちと協力して準備できたことが今日の私のハッピーポイントです。以上です。はい、私の今日のハッピーポイントは、今日からいよいよ2学期が始まりました。長い夏休み明けだったので登園するのどうかなと思っていたんですが、みんなニコニコで元気に来てくれたことがとっても嬉しかったです。あとは今日からたくさんの、お友達6名なんですけど、新しく友部幼稚園に入ってくれました。今日始業式でご挨拶したんですけれども、在園児の子たちもみんな温かい拍手をしたり、よろしくねっていうことができて、これからますます楽しみになりました。私のハッピーポイントを発表します。今日からいよいよ10月にある運動会に向けての練習が各学年始まりました。それで年少さんはお遊戯の練習、それからかけっこの練習をしました。お遊戯の練習もかけっこの練習もすごく興味津々な感じで、行っていました。でかけっこの練習なんですが、一人一人の走ってる表情を見るとすごい真剣で、まっすぐ前を見つめて一生懸命走っている子どもたちの姿を見ることができました。そんな姿を見て明日からの練習もすごく楽しみになりました。以上です。ありがとうございました。はい、私の今日のハッピーポイントをお話しします。今日は消しゴミさんでは午前中の活動として、たぬきの折り紙制作を行いました。そして苦手な子でもすごい積極的に取り組むことができて、やだとかそういう雰囲気はなく、すごく楽しく作ることができました。そして午後からのお遊戯の練習では、すごい子どもたちも楽しそうに練習を行うことができて、明日からも外で練習をするので楽しく行っていきたいと思っています。以上です。はい、今日の私のハッピーポイントを発表します。今日は年長の方で鼓笛の練習を午前中に行いました。今日はパート別の練習を行ってから全体での合わせということで、子どもたちがすごい張り切っていて、もう振り付け、私はガードの担当なんですが、もうすごい振り付けをするときもすごいビュッとガードがもう
風を切る音が鳴るぐらいに頑張ってる子もいて、で今日は全体の合わせが終わった後にトライシュルが児童公演のいよいよ練習が始まりますので、それに向けてのお話をしました。子どもたちもすごい広い場所に行っての練習が始まるという